店舗跡地前の歩道です。広島市によると、今月26日、店舗があった場所の前の街路樹が枯れてなくなっていると情報提供がありました。翌日、職員が確認したところ、4か所の植樹帯で平戸ツツジが枯れたりなくなったりしていました。モラルマ,マナー以上にあの法律違反になるところで勝手に枯らしちゃったり、ちょっと信じられない。 ですね。はい。こちらは店が営業していた4年前の画像です。植樹帯のツツジが緑色の葉をつけているのが分かります。広島市は警察に状況を通報、被害届の提出を含め対応を検討しています。ビッグモーターをめぐっては、全国各地で店舗前の街路樹が枯れるなどの被害が確認されています。 県内では営業中の5店舗のうち4店舗は植樹体がなく広島市によると他の1店舗はビッグモーターが許可を得た上で街路樹12本を伐採しているということです。